最初で最後の平和会で心が和み、その先の雨天風雨に備えたみんなの反応集。それではどうぞ。純平と話してたミミズ人間、辛すぎる。こういう兄よりめちゃくちゃいいな。クソつまんないと言ってたはずのミミズ人間、ついにユージも変な沼にはまってしまったか。面白くないと言ってたのに。ミミズ人間は2が面白かったらしいから、そこで期待値が上がったのかもしれんね。めちゃくちゃおもろいけど、釘先死ぬほど辛辣でほんまにおもろい。マジで見たくないんだろうな。買い物付き合わせようとしてるし、荷物持ちさせようとしてたんじゃね。卓球シーンも入れてくれるんかい。めちゃくちゃ最高じゃねえか。メイメイさんの卓球姿萌えすぎる。マジで美しいなこの人。これって卓球アニメでしたっけ。アズマドウおもろいな。ミキ頭から見れるの嬉しすぎるわ。無駄に作画に気合い入ってるのほんまおもろい。今週は最初で最後の平和会か。マジでこういう話もっと多くてもよかったと思うんだけどな。史上最高に好きな回だけど、過去編始まったからここはカットかと思ってたら、しっかりやってくれるん、マジで嬉しすぎる。アニメ勢はここでしっかり休憩していってくれ。よし、今週が俺たち最後のオアシスだ。神回来た。小倉さん回来た。中学生時代の虎杖を知れる貴重な回だもんな。マジで楽しみにしてたからめちゃくちゃ嬉しい。女子って本当に数年で見た目が別人になるから、この優子の話も穴がちがちなんだよな。小倉さん声ドンピシャで好きすぎる。釘崎と他の女子のガールズトークって多分これまで前のとこでしかないからめちゃくちゃ新鮮だな。新田さんのとことかはあるけどね。でも同い年じゃないもんな。虎杖中学時代から全く変わってないな。当たり前だろ。高専入ってまだ1年も経ってないんだぞ。パーカースタイルはこの時から健在だったのね。かわいいな。小倉さんの中学時代大福みたいでめちゃくちゃ好みなんだが。大福みたいに関してはある意味ディスだけどな。小倉さんはどっちの美女も好き。虎杖って結構モテてそうと思ってたから、こういう恋愛会は個人的に嬉しすぎる。そりゃ運動神経抜群でいじめ撲滅派で差別しない男子だもんな。モテないわけがない。ユージはいい男だよ。モテてない方が変だもんな。ラブコメ会もギャグパートか。そういうことね。そういうことねがだいぶ改変されてる。原作通りでよかったな。節風呂のとこはそのままだからよかったけど。野原ノリノリでクソおもろい。恋する乙女のアドバイザーになってやってくれ。こき使われるいじきさんかわいそうで好き。そして当然のように借り出される節風呂もかわいそうなのおもろい。こういうところ男子二人を尻に敷いてる感じがめちゃくちゃ好きなんだよな。野原不自然風がでくさ。いじきさんお疲れ様だ。節風呂も言うこと聞くのかわいいな。めちゃくちゃ仲良しで尊い。野原様様で最高すぎる。国崎が恋のライバルになるかもしれないって思ってるのめちゃくちゃ可愛いな。野原に関しては虎杖を好きとかもう絶対ないもんな。否定の仕方がガチすぎて好き。どんだけ恋愛対象じゃないんだよ。否定の仕方が独特でめちゃくちゃ好き。ここまで恋愛対象に入ってないとちょっと苦しいな。お、もやっとした。まさかのバラまさか。原作勢はオチ知ってるからあれだけど、このモヤーは漫画読んでる時にめちゃくちゃ期待してしまった。モヤってしてるぞ。これは恋の予感。でも虎杖と野原って意外な組み合わせ。国崎に限って虎杖が好きはないだろう。ちゃんと来てくれる伏黒にキスキすぎる。かわいいね。なんだかんだで来てくれる伏黒さすが。これに関しては断った時の釘崎からの圧力がすごいからとか色々理由ありそうだけどな。それはありそう。お前なんで来なかったってやり取りをする方がコスト高いもんな。そう考えたら賢いわ伏黒。カクカクしかじかで伝わるのおもろすぎる。最高かよ。普段クール系の伏黒がこういうところノリノリなのマジでおもろすぎるだろ。今週の回過去一好きだわ。理解力高いノリのいい伏黒最高すぎる。今回の回で伏黒の好感度天元突破してる。ノリノリのめぐみさん大好きですよ。
この発言からめぐみさんには彼女がいないことがわかりますね。ありがとうございます。それだけで今日はよく眠れそうです。確かに彼女いたらグラビアのポスターは部屋に貼るのはしないか。そもそも光線の自分の部屋にグラビア貼ってるのがおもろい。何よりも部屋にグラビアポスターを貼っていることを知ってる伏黒くんがなんかこうそそられるものがありますね。国先のこういうところ好きだわ。ガンガンえぐっていくの好きすぎる。伏黒これはキレていいぞ。野原ちゃんの悪気のない煽り好きすぎる。めっちゃかわいそうやからやめてあげて。でも伏黒は女子の前でブラックコーヒーを飲む男だった。かわいそうすぎる。そういえばイタドリの女の子のタイプアズマドウと一緒か。これでイタドリじゃなくて未来でアズマドウとうまくいったら死ぬほどおもろいけどな。イタドリはまだしも、アズマドウには高田ちゃんというとんでもなく素敵な女性がすでにいるからな。アイドルとファンの恋愛賛成派だから望み薄かも。でもこれで高田ちゃんが他の男と結婚してアズマドウ玉砕からの優子ちゃんルートはかなりありだと思うんだ。イタドリを召喚するわ。が個人的に好きすぎる。魔物みたいな言い方するやん。召喚されるイタドリかわいいな。死ぬほど淡白な LINE のメッセージいいね。こういう平和な日常会マジでもっと増やしてほしい。釘先のアイコン釘なの。めちゃくちゃキャラ立ってていいな。イタドリはトラか。意外とイタドリさんに市中のトラの異名気に入ってたり。アイコントラなの意外だったな。こういう些細なこと知れるのめっちゃいい。イタドリの西中の虎については締め使い流編で一瞬触れられるからお楽しみに。さすが50メートル3秒台の男登場までが早すぎるぜ。登場早いのはいいけど、これパチンコ帰りでめちゃくちゃ法律的にアウトなんだよな。しかも制服で言ってたぽいし。なんで今回のこのシーン放送したんだろ。割とカットできるとこなのにと思ったけど、パチンコのシーンがあそこに繋がるのか。そうだよね。ここカットでいいじゃんと思ったけど、よく考えたら例のシーンに繋がるから、ここめっちゃ大事だったわ。すげえな、よくできてる。こういう細かいシーンだけど、野原の女子の心をちゃんと理解してるシーンとかめちゃくちゃいいと思うんだ。意外と乙女心がわかる。釘崎さん、久しぶりに再会した人に誰って言われるのは確かにきついか。嬉しい場合ときつい場合があると思う。言って思い出してもらえない時が一番きついよな。人が死ぬ時って人に忘れられた時らしいし。イタドリ一人に忘れられて死ぬほどの効力はないだろ。特級呪物すぎるわ。ユージオおめえってやつ、なんで彼女いねえんだよ。マジでモテるだろこの野郎。これはキュンキュンするわ。何イタドリさん、こういうことできたのマジで好きなんだが。光線って意外と閉鎖的な環境かなって思ってたけど、全然外部の人間とこうやって交流持ってもいいんだね。今日でイタドリのリアコが何人増えるか。これは間違いなく10点ですわ。圧倒的に10点だわ。伏黒も何気に10点あげてるの。かわいい。お前も彼女いたことないだろ。国先がこういうところでちゃんと評価してるの、なんかこっちまで嬉しくなってくるな。いやにしてもこれは100億点すぎる。マジでモテるよユージ本当に。そうなんだよな。イタドリは本当に見た目で人のことを判断したりしないんだよな。こういう外見のコンプレックスとかそういうの抜きで、単純に人間性とかにじみ出る部分を忖度なしで見てくれる存在って、一生に一度で会えるかどうかよ。私は私が嫌いな人たちと同じ尺度で生きてるわ。深すぎる。小倉さん、あなたすっぽい確信をついた。すっぽい深いこと言うじゃないの。こういう同じ尺度で生きてしまってるからこそ、その尺度の外で生きてる友人が憧れになってるのもあるんだろうな。またな、鼻くてー。泣かせるなよこの野郎。このシーン漫画でも大好きだったから、アニメで見ることができて嬉しい。またなって、これ以上嬉しい言葉ないよな。次があるって本当に嬉しいと思う。国先のもやっとの理由クソでおもろい。やっぱこの子はこうでなくちゃな。野原らしい最高の理由だったわ。どんな彼氏ができるのか気になるけど、そういう回も見たかったな。スクナの器に彼女できて、自分に彼氏できないは確かに状況的にはイラッとするかもしれん。
黒のアッソが最高に冷めてておもろい。本当にどうでもいいんだろうなっていうアッソでゲラゲラ笑ったわ。こういうなごみ会マジでもっと増やしてくれ。ほんまに最後の絡みエモすぎんだろ。もう見てやってくれミミズ人間。最高に平和な一年ず見れて最高に嬉しかったです。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。